こんにちは、マハロハウスの大塚です。今回は福岡市城南区金山団地にやってまいりました。ゆうあらさん、ご案内します。それでは部屋の方に行ってみましょう。やったね。好きなんですよ、僕は UR さんが。で、今回は金山団地ご案内したいと思います。1970年頃に完成した5階建ての団地でございます。今回ここに来たのはですね、やっぱりたくさんある団地、 UR さんの団地の中で一番駅に近い大塚調べでございます。地下鉄七隈線のですね、金山駅まで徒歩2分から10分と、近いところは2分ぐらい、遠くても10分ぐらいっていう、すごく便利な位置に立っている団地でございます。いいっすよね、今ね、博多駅までつながりましたから。駐車場7040円で確保することができます。いや、いい景色ですね。それではお部屋の方へ行ってみます。お邪魔しま、すっ、綺麗だね。いつ来ても綺麗だよ、ほんと。玄関ですね。玄関のセキュリティはドアスコープと U 字ロックとシングルロックでございます。ここに玄関の大きな収納がございます。お気に入りのシューズボックスを設置していただければと思います。こんな感じですね。玄関はこんな感じです。今回のね、間取りはどうなってるんでしょうか。まずはこちら、味があるっすよね。実家を思い出します、昔のね。お手洗いですね、コンセントありますんで、ご希望の方は設置が可能でございます。窓がついてまして、こんな感じで開きます。UR さんね、本当契約の条件ももうずっとね、このチャンネルでもたくさんご紹介してきてますけど、契約の条件がまあいいんですよね。そして今回は 1LDK にリノベーションされたお部屋でございます。1LDK にしましたということでございます。リビングの広さは11畳でございます。いや、いいね、もうほんとお一人お二人暮らしだったらもう十分、本当に駅も近いし駐車場も取れるし。キッチンですね、調理スペースとシンク、シングルレバーになってますね。ガスコンロ持ち込みタイプでございます。ガスの種別は都市ガスです。上部には換気扇がついてました。これ新しいタイプですね。その退去されるごとに交換するものは交換して、その時にタイミングで新しいものに変わったりということもございますので。ただ今ね、もう本当空きがないんですよね。金山団地も今ここ1個しかないんで、開いたらすぐに決まってしまうということでございます。上部収納、下部収納と、これ4段か、4段もあるね。収納ですね、収納、キッチン下収納で、 UR さんの、特徴としてはですね、敷金が2ヶ月と、あとは当月の日割家賃と駐車場代、あと共益費ですね、それだけで入れるということで、鍵交換代とか仲介手数料とか、あと保証会社とか、そういうのないんですよね。めちゃめちゃ安い。そして更新料等もないと、保証人もいらないというシステムでございます。ここにですね、水取るところがありまして、ここに洗濯機を置くということでございます。
洗濯機スペースなんですよ、実はここは。じゃあ排水どうするのっていう時に、ここにですね、穴が開いてるんですね。お風呂に排水をするということでございます。バスルームですね、追い焚き機能が完備となっております。だいたいお風呂の蓋もついてますね。給湯のリモコンと窓完備でございます。いや、いいですね、非常にいいと思います。まあ、都市ガスでね、追い焚きもできてね、で、まあ、このお家賃ですからね、まあ、いいんじゃないでしょうか。日当たりもようございます。バルコニー向きは南向きとなっております。洗濯物も干せます。そしてこちらが5畳ぐらいですね。ちょっと板の間ありますんで、5畳ぐらいの和室となります。和室の畳のいい匂いがします。玄関にも収納があったんですけど、この和室のお部屋にも大きな収納がございます。こんな感じで上と下と大容量の収納が完備となっております。で、だいたい北側と南側に窓がありますんで、ここ開けたらめちゃめちゃ涼しくなります。風がすごく通る作りになっております。こっちの襖を開けるとこの玄関につながっているという、まあ、コンパクトなんですけども、非常に使いやすい 1LDK ではないかと思います。設備のご説明をさせていただきます。エアーコンディショナーは持ち込みタイプ。コンセントの数いってみます。1、だいたい3つありますね。ガスの音さ、6箇所でございます。ここにもありましたね。で、インターホンが設置されております。あと給湯なんですけども、ここのお風呂の給湯が全ての、電源になっておりますので、そこのお風呂の電源を入れておくとキッチンのお湯も出るという仕組みになっております。いいっすね、よかった、非常によかった。はい、ということで今回は福岡市城南区金山団地のリノベされた 1LDK ご案内させていただきました。気になるお家賃は39,200円、管理費3,200円となっております。駐車場も7,040円ですので、合わせてちょうど5万円ぐらいで、駅近七隈線金山駅沿いに住めるということでございます。なかなか空きが出ないですので、 UR さんの物件のお問い合わせもお待ちしております。この物件が気になった方は概要欄の方から直接お問い合わせいただければと思います。マカロハウス公式 LINE アカウントもございます。お気軽にお友達申請していただければ嬉しいです。この動画良ければチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。